今日はラダイトさんからレザーラウンドチップペンケースマヤを頂いたので今日はこちらの筆箱の紹介をしていこうと思います自分は一本一本のペンを丁寧に分けることができてなおかつ質感が高いペンケースというのを前々からすごい欲しいなと思っていたので今回お話を頂けたのは非常に嬉しかったですそんな魅力あふれる非常に渋いペンケースについて文房具を大切にしている方には是非見て頂きたいなと思うようなポイントがたくさんあります ちょっと使ってきてこれはエマイチだなっていう点もいくつか見つけたので今日そちらの方も詳しく紹介していこうと思いますこちらのペンケースは非常に質感が高いマヤレザーというかなりツヤが抑えられたイタリアンレザーが使われているんですけれども何とも言えないヴィンテージ感がたまらないんですよね革の仕上げを行う際に銀すりと呼ばれる細かい傷をあえてつけることによってこのように非常に抑えられたマットな質感となっております 最初から傷がついていて大丈夫なのかと最初は不安だったんですけれども爪で引っかいて傷つけてしまった皮って時間が経てば目立たなくなるようにこちらの皮は使えば使うほど深いツヤに経年変化をしてくれるということで非常に使っていくのが楽しみな皮となっておりますたっぷりとオイルを染み込ませたイタリアの植物担任試しによる製法となっているので手触りもすごくしっかりとしていて触り心地も抜群ですね ラウンドジップペンケースっていうのは長財布のようなちょっと変わった形状のペンケースなんですけれども広い面積に革が使われているということでより愛着が持てるそんなペンケースなんじゃないかなと思います。 こういうペンケースって完全に趣味の領域ですよね一般的なイタリアンオイルドレザーというのはこちらのように最初からある程度ツヤがあるような感じで綺麗な表面となっているんですけれども今回紹介するマヤレザーはなんだか神秘的な模様となっておりますファスナーのところは表側はマヤレザーとなっているんですけれども裏側は岡山デニムというジーンズに用いられている素材が使われておりますではどのような中身になっているのか詳しく見ていきましょう非常に 抵抗の小さいファスナーをぐるりと開けていきますと中はこのような構成となっておりますこちら側はペンを4本入れるスペースそれから反対側には定規や付箋などを入れるスペースが設けられております内側には岡山デニムという生地が使われているので革とデニムの少し変わった組み合わせのペンケースとなっております 内装も革が使われていた方が個人的には好みだったんですけれども、岡山デニムもなかなかいい味を出しているんじゃないかなと思います。ステッチは自分が見た感じかなり丁寧にされているなという印象を受けました。浅いポケットのところには外装と同じようにマヤレザーが使われております。ラダイトのロゴが内側と外側の2箇所に刻印がされているんですけれども、個人的には外側のロゴはなくても良かったんじゃないかなと思ってしまいます。 革製品っていうのは外にロゴとかが何も書かれていないシンプルなものが自分は一番いいなと思っているので外側のロゴは正直ない方が良かったんじゃないかなと思いますそれにしてもすごく渋いデザインですよね革の素材というのはもちろんなんですけれどもファスナーの金具なんかも新品なのにもかかわらずくすんだようなヴィンテージな色合いとなっていてなかなか自分好みな質感となっております こちらのペンケースは値段が税込み9350円となっています。ペンケースにしては高めな印象を受けますね。 ラダイドさんによると素材を非常にこだわっていてなおかつ国産なので本来は1万3000円ぐらいするとのことなんですけれどもネットのみの販売にすることによって価格を抑えていてこう見えてコストパフォーマンスはすごくいいとのことでございます確かに自分も実際に触ってみてこれだけ広い面積に高級なマヤレザーが使われていてさらに内装には岡山デニムが贅沢に使われていて細部までこだわり抜いたアンティークな金具を使って1万円以内に 抑えられてていいるっっうのはすす。ごく頑張ったなと思いますではこちらの筆箱についてどれぐらいの容量があるのかだったり使い心地について詳しく見ていこうと思いますこちらのペンケースの寸法なんですけれども横幅が 19cm 縦が 10cm それから厚みが 2cm となっております 自分が持っているフォッシルの長財布よりも少しだけ大きいかなといった感じで実際に持ってみると独特な革の質感それからこれだけの広い面積のおかげで結構存在感を感じますねただ厚み自体はかなり抑えられているようなペンケースなので持ち運びは不自由しないかなと思います革自体はもともとかなり細い傷がつけられているような感じなので引っかえても傷は目立ちにくいなと思いました ただ少しだけでも手が濡れていると皮に水が染み込んでしまうので表よりも染みが目立ちますね時間が経てば消えてくれるんですけれども結構浸透が早いので経年変化はすごく早いんじゃないかなと思います使っていくのが楽しみですねマヤレザーと岡山デニムの組み合わせはしっかりとした素材になっていてふにゃふにゃする感じも全然ないですね中に入っているペンとかをしっかりと衝撃だったり圧力からも守ってくれる素材なので ペンケースととしててもすごく向いいいいるんじゃないかなか思いま,したまずは右側のペンを入れるスペースについて紹介をしていこうと思います4つのペンホルダーが設けられているんですけれどもかなり長いペンホルダーなのでペン同士干渉してしまうということは絶対にないんですよね 例えばノーマディックやルンルンのペンケースみたいにゴム素材の小さいペンホルダーの場合は十分傷から守ることはできるんですけれどもグリップ同士当たろうと思えば当たってしまうので完全に傷から守れるかと言われたらちょっと微妙なところがあります。 その反面こちらのペンケースはグリップからクリップまでしっかりと布団のように被せることができるのでほぼ傷つく可能性はないですねなので自分みたいに大切なペンを確実に傷から守りたいと考えている方にとってはすごくありがたい配慮がされているなぁと感動しました4箇所にペンホルダーが設けられていてそのうち1箇所だけ空洞がかなり広くなっております 右側の3つのステッチの間隔は大体 20mm ぐらいなんですけれども一番左のところだけ 36mm も間隔が空いていて約1.8倍も太くなっておりますすごく太いペンを入れるのに対応したペンホルダーということですね もちろん2本のペンを入れても問題はないと思うんですけれども2本のペンを入れてしまいますと取り出す時にどうしても傷つけてしまうのであんまりおすすめはしないですペンテルのスマッシュだったりグラフ線それからステッドラーの92535のような比較的細いペンの場合は入れても結構空白があるのでそういった細いペンはしっかりとクリップで留めておいた方がいいかなと思います 野原工芸のペンはちょうどいい感じに入ってくれるのでクリップをつける必要もないと思いますが見栄え的にはクリップで留めた方がいいかなと思いますねただ岡山デニムの生地がすごくしっかりとしていて厚めな素材なのでクリップの硬いペンなんかはちょっとつけるのに苦労するかなというのはありますね あと、本当に細かい話になるとは思いますが、ペンホルダーの内側にはデニムの返しがあるので、表面が段のような形状になったペンなんかは入れる時にカクカクと引っかかり抵抗を感じる場合があるので、表面がカクカクとしたようなペンを使いたいという方はちょっと注意していただきたいなと思います。ドクターグリップなどといった太いラバーグリップのシャーペンも入れるのにかなり抵抗を感じたので、あまりこの筆箱には向いていないかなと思いますね。 ペンテルのスマッシュだったりヘデラのスタンダード製図用シャープペンといった細いラバーグリップのシャープペンの場合は問題なく入れることができました細軸のペンはクリップに挟まないと結構空白ができてしまうので太いペンをメインに入れるという方の方が個人的にはおすすめができるかなと思います これだけしっかりとペンを守ることができているので自分としてはすごくありがたいなと思うんですけれどもちょっと一つ気になるところがありましてそれがペンを取り出す時にファスナーと干渉して傷がついてしまうというところですねペンケースを囲っているファスナーの金具って結構ゴツゴツとしていてペンをしまっている岡山デニムの面よりも高いところに位置しています そのため何も考えずにペンを取り出すと確実にファスナーとペンが擦れて大事なペンの塗装だったりメッキを剥がしてしまう心配が大いにありますなのでペンを取り出す際はかなり慎重に扱った方がいいかなと思いますね本当にファスナーを指で押さえておかないと簡単に当たってしまうのでそこだけは気をつけていただきたいなと思います ただ一つ改善策を見つけましてファスナーを反対側に返してあげれば当たることがないのでこれはいいんじゃないかなと思います使う時だけ反対側にひっくり返して筆箱を閉じる時はまた元に戻すというちょっとめんどくさいんですけれどもこれをやることをお勧めします4本分のペンが入るようにペンホルダーが設けられているんですけれども実はペンホルダーの間に入れていても何ら問題がないことを知りました 特にこことここの2つのスペースはだいぶ太いペンでも入れることができます。それでいてペンケースを折りたたんでファスナーを締めるとある程度ホールドしてくれるので中でジャラジャラと動いてペンが傷つくということもないかなと思います。 さらに、ここと、ここのスペースにも、頑張れば細いペンを入れることができまして、最大8本のペンを傷つけずに入れることができる、思った以上に大容量な筆箱となっております。そして、反対側のスペースに行きますと、岡山デニウムの深いポケットと、マヤレザーの浅いポケットの2種類のポケットが用意されております。 こちらのポケットなんですけれども伸縮性はないので分厚いものとかはあまり挟まない方がいいかなと思いましたシャーペンの新ケースぐらいの厚さが正直なところ限界ですねそれ以上太いものを入れてしまうと皮がパンパンになって傷めてしまいますし閉じた時にかなりボコッと膨らんでしまうと思うのでこちらのポケットの容量というのはあまり期待しない方がいいかなと思います あくまでもメインは右側のペンを入れるスペースであって左側のスペースは補助的なスペースとして厚みのないスリムな文房具を入れるものと思っていただければいいんじゃないかなと思いますなので一般的な消しゴムなんかは入らないと思った方がいいです消しゴムはどこに入れるのかと言いますと右側の下のスペースに入れるのがいいんじゃないかなと思います しっかりと消しゴムのスペースが設けられているので、ある程度大きな消しゴムでも入れることができますね。テープ糊もギリギリ入ったんですけれども、ペンの長さとの兼ね合いもあるので、一概に入るかと言われたら、ちょっと難しいところはあります。そしてヘゼラのステープラーなんかはちょっと大きいので、これはあんまり入れない方がいいかなと思いますね。容量としてはそんな感じでございます。 ペンホルダーとペンホルダーの間に頑張れば全部で8本入れることができてそれでいてしっかりと大きめな消しゴムだったり定規ブックマークシャープ芯のケースを問題なく入れることができたので自分が思っていた以上に容量があるペンケースでこれはなかなかいいペンケースだなと思いました一本一本しっかりと傷から守ってくれるようなそれでいて上質な革と岡山デニムが使われたこちらのペンケースはいろいろと気をつけていただきたいところはあるんですけれど 結構おすすめできる筆箱かなと思います。先ほども言った通りこちらのペンケースは Web 限定となっているので欲しいと思った方は動画の概要欄から是非チェックして頂けたら嬉しいなと思います今回紹介したのはブラウンというカラーなんですけれども他にもブラックというカラーがあるのでこちらはもともと TV の元デイさんが紹介されているので、まあ、気になった方は是非そちらの動画の方もチェックしてみてください では今日はラダイトさんのレザーラウンドジップペンケースマヤの紹介をしてきました。ちなみにラダイトは倒産してしまってユナイテッドビーズの社員が立ち上げたブランドで今では販売されていないユナイテッドビーズのバトンペンケースなんかもロゴは変わってしまっているんですけれども復刻されているので知らなかったという方はぜひちょっと参考までに覚えておいてください。今後もラダイトさんはシャーペンを発売するというツイートを拝見したので今後の文房具業界においてどのような位置づけになっていくのかすごく楽しみなメーカーさんとなっております。 私のチャンネルでは Twitter と Instagram もやっていて動画で公開するよりも先に買ったものとかを紹介している場合があるので気になった方はぜひフォローしていただけますと嬉しいですではまたお会いしましょうご視聴